OK ですかね。はい、それでは時間になりましたので、計算科学技術特区の授業を始めたいと思います。今日は、明大、工学研究科吉井先生にお越しいただきました。固定 MD モジュラスに関するお題をいただきたいと思います。それでは吉井先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、この機会を与えていただきましてありがとうございます。今回は、モジュラスの、ですね、を題材にしまして、この特論 C の中で、講義されてます、ソフトウェアの開発に関する、ことをですね、お話しできればと思っております。本日は内容としまして、最初に短く自己紹介を述べさせていただきまして、その後に、モジュラスのですね、概要、固定 MD のソフトなわけですけども、その概要についてご説明し、それと関連しまして、固定 MD ですね、MD のソフトの現状、世界での現状について簡単にご紹介したいと思います。で、その後にですね、モジュラスの、実行のですね、イメージ、どういった形でモジュラスというのは用いられるのかというイメージを、持っていただくために、一通りのシミュレーションを流すまでのですね、概要を、流れを、フローをですね、ご説明します。その後に、開発の経緯ですね、この経緯につきましては、開発の途中でですね、いろいろありました、イベント、例えば、軽コンピューターを用いたですね、性能測定の、があったんですけれども、その時にあったいろいろな出来事、思い出なんかもですね、教訓じみたこともありますので、お話しできればと思います。で、その後にですね、モジュラスのソフトウェアの中身ですね、構成、どのような構成になっているのかということを、ご説明して、本日の内容とします。で、間にですね、ソフトウェアを実際に用いたですね、研究例をご紹介します。で、そちらで実際のその分子の動いている様子なんかも見ていただければと思っております。まずですね、最初に、今回ですね、このモジュラスの開発、そしてこの講義の、資料の用意にあたっていろんな方にお世話になっております。モジュラスの開発につきましては、今こちらに名前を挙げさせていただいている、方々と協力、共同研究というかですね、みんなで協力して作ったり、あるいはコメントをいただいた先生方です。で、開発したメンバーは左側の四角に囲んである方々で、名古屋大学の岡崎先生のグループを中心に開発しております。で、開発の筆頭としましては、名古屋大学の、安藤先生に、指揮を取っていただいてですね、開発を進めてまいりました。で、その他にも、開発当初ですね、は、分子科学研究所で、開発が始まりまして、その時に、私とあと今、分子研の、計算科学研究センターにおられる、岩橋さんと一緒に最初にプログラムの作成を始めました。で、その他ですね、途中で、加わっていただきました、金沢大学の、川口さんだ、あるいは、理研の南さんらも、名前を挙げさせていただいています。それと、実際にそのコーディングでですね、いろいろ苦労を共にしました、富士通の方々も、名前を挙げさせていただいています。その他にも、いろいろですね、ソフトウェアについてのコメントをいただいた慶応の安岡先生、電通大の成美先生、現在名古屋大学におられますけども、当時は産総研におられた篠田先生で、東大の渡辺博先生、それにあと河合さん、そして現在東工大におられる横田さんなんかと議論をさせていただきました。ありがとうございます。特にですね、今回の資料は、安藤さんに大変お世話になりましたので、写真をこちらに掲げたいと思います。自己紹介
を、最初にさせてください。私は学部生の頃までは実験の研究室におりまして、コンピューターを触ること、そしてプログラミングですね、もう大学院から始めてますので、多くのこれまでの先生方に比べると、スタートが、遅かったわけです。で、M1 の頃からですね、自分でプログラミングを、するようになりまして、で、その、研究室がですね、分子系のスパコンを使える、環境にありましたので、最初に作ったプログラムをですね、すぐにスパコンで流すというようなことを経験させていただきました。で、当時はシンプルな系でも研究が結構成り立ちまして、LGA とか水の系のシミュレーションを作って、それで研究をしておりました。で、大学院を出た後に終了しました後、民間の研究所で、主要な仕事は実験だったんですけれども、一部、コンピュータシミュレーションをすることが許されまして、パソコンを何台か買ってきてですね、で汎用のソフトを並列化して、エンピア並列より並列化っていうのを行って、行った時期があります。その後に、分子科学研究所に移りまして、そこでですね、ナルギプロジェクトっていうのが当時ありましたけれども、2003年ぐらいですかね、3年4年ぐらいですかね、そのプロジェクトで、汎用のコードを開発するということで、当時はプログラムの名前もついてませんでしたけども、プログラムを、汎用の MD プログラムを開発するということを始めました。岡崎先生の、旗振りのもとですね、私と、最初は、岩橋さん、先ほどの岩橋さんで、その後、安藤さんが、グループに、関わってこられまして、で、開発を進めていったと。当初は、並列化もなされてない、まず正しい計算が MD 計算ができるっていうのを目指して、機能を少しつけていったんですけれども、その後、高速化とか並列化っていうのに軸足を移していきました。で、その後ですね、私その、グループから離れまして、また実験のグループに属してたんですけれども、いろいろ問い合わせに応じて、その汎用コードの作成の支援というかですね、サブルーチン作ってお送りしたりとかですね、そういったことをやっておりました。で、現在はですね、名古屋大学に移りまして、そこでモジュラスのその機能拡張に向けてですね、開発を進めているというような状況です。で、そのソフトウェア開発とともに MD を用いたですね、計算科学、主に物理科学、それも溶液系ですね、量子倍成分子溶液系のシミュレーションを行っております。で、間にですね、実験のグループにいた時期もあるんですけれども、最初にシミュレーションを始めてから、20年以上になります。ただ技術的にはまだまだ未熟で、皆さんにですね、それほど、お教えするというような立場でもないかもしれませんけれども、一応経験、いろいろこれまでに経験したお話を、まとめて、講義させていただくということでご容赦ください。ではモジュラスの概要に、入っていきたいと思います。モジュラスというのはMD のソフトウェアです。固定 MD のソフトウェアでして、その、名前の、名前はここにあります。モレキュラーダイナミクスソフトウェアフォーラージシステムという、言葉の、単語のですね、頭文字を、うまく取ってきたものです。これは、実は私が、グループが離れてた時に名前が決まってたので、いきさつはよく知らないんですけれども、おそらく先ほど名前できた岩橋さんが、考えて、それでいいんじゃないかというふうなことだったかと思います。で、これは、日本語では、高並列汎用分子動力学シミュレーションソフトウェアという名前がありまして、高並列であることというのが特徴、高並列に対応できるというのが、特徴になってまいります。で、特にですね、長距離相互作用ですね、クーロン相互作用、長距離相互作用を、真面目に取り扱って、シミュレーションができるというのがこのソフトの、売りになっています。それで、長並列も、OK というのが、特徴かと思います。
で、まあ、実際には後でまたあの話の、中でも出てきますけども、大規模系ですね、あの長距離走行車ですと、それまでは、まあ、数十万ぐらいが相場だったんですけれども、今回のこのソフトウェアを開発して、まあ、1000万原資っていうのを、数年前に、まあ、の長時間シミュレーションですね、数百ナノに及ぶ長時間シミュレーションが、現実的なものとなってきたというふうなことが、このプログラムのソフトの、まあ、成果になるかと思います。で、古典の MD で、で対象系としましては、古典のシミュレーションですね、あの分子間相互作用が、後で示しますような関数で与えられるような、システム、こちらにあるような水溶液系とか、あるいは生体分子、蛍光分子などが、ターゲットとして、入ってまいります。で、まあ、あの通常の MD 同様、トラジェクトリーや、まあ、簡単な熱力学量ですね、温度、圧力に加えて、まあ、ジュエネル計算なんかも、できるような、仕様となっております。言語はフォートラン、77がまだ残ってるんですね。で、と、90が、まあ、あの使用されている言語でして、コンパイラーとしては、しましては、富士通コンパイラー、あるいは、iFort、あるいは、PGI のフォートランですね、が用いられると。で、並列間つきましては、MPI と OpenMP、それに、深度の、ハイブリッド、並列、で、が可能となっております。で、力場としましては、現在はチャームですね、チャームの、まあ、with CMAP ってありますけども、チャームのシリーズ。あるいは、すでに、まあ、ある程度実装されてるんですが、まだちょっと精度の問題なんかもありまして、利用できるような形になっていませんけれども、Amber OPLS も、利用できるような形で、まあ、これは、アンダーライン引いてあるのは、将来的にですね、使えるようにしていくと。オープンしていくというような意味でアンダーライン引いてあるんですけども、まあ、そういったところがまあ現在課題ですけれども、まあ、使えるように、近々なる予定です。でアンサンブルとしましては、まあ、通常の MD で用いられます NVE、NVT、粒子数とか、体積でエネルギーあるいは温度が一定のシミュレーションあるいは圧力も制御できるアイソトロピック NPT、ノセアンダーセンのNPT、アンサンブルのシミュレーションも可能です。で、これにつきましても、パネルラーマンのシミュレーションが、まあ、近々、使えるようになる予定です。で、あとは数値積分には、レスパ法ですね。で、分子の高速につきましては、まあ、シェイク法を、用いています。通常のシェイクではなくて、ここではですね、収束の速い P シェイクというものを導入して、まあ、これかなり有効だったんですけれども、P シェイクを導入しています。で、あと、まあ、一番の特徴というのが、まあ、高速多重極展開法、ファストマッチポールメソッドを導入しているということです。で、ライセンスは、これはまた後ほど説明しますけれども、モジラス独自のライセンスとなっております。で、まあ、ですので、ちょっと制限が、あります。で、まあ、これまでに利用してきたアプリの利用環境としましては、K、あるいは、まあ、FX10 が導入されている、ところ、あるいは一般の PC クラスターでも、利用されております。で、まあ、並列化についてですね、少し、制限が、ありまして、これも拡張中なんですけれども、後で、まあ、細かく説明しますけれども、K のですね、K をドメイン、サブセルにですね、切るっていうプロセスがあるんですけれども、そのプロセスに、若干ですね、制限があります。で、まあ、ホームページも公開してありまして、まあ、オフィシャルサイト、あるいはマテリアプスのサイトにも、載せていただいておりますし、分子系のパールにも登録していただいております。で、まあ、フォーラムもですね、オープンしているんですけども、こちらはちょっとまだ開店休業状態です。ホームページ、まあ、こういうイメージでして、ログインしていただくと、まあ、こちらログインしていただくと、入って、まあ、いろんなタブがあるんですけども、あります。で、まあ、
新しい情報がまあここら辺にあのリストされてるんですけども、あすいませんリストされてると、まあ、そういうもんですね。ダウンロードの仕方などはまた後で実行法についての説明の際に触れたいと思います。続きまして、まあ、MD のソフトの現状なんですけれども、 MD ですね、現在、非常に高速なソフトウェアがどんどんと開発され、また高速化が進んでいるような状況でして、まあ、非常にこの7、8年、10年ぐらいはそのホットに移行していると、どんどん高速化が進んでいるような状況にあります。で、まあ、よく知られたプログラムとしましては、こちらにの表に示してありますアンバーとかですね、あれ覚えた、アンバーとか、チャーム、グロマックス、ティンカー、ナムド、デズモンド、まあ、あと、まあ、モジャスも入れてありますけれども、あと国内では、ジェネシス、理研の杉田先生のグループのジェネシス、あるいは、コメディ先生が作成されてますピーチとかですね、あるいは、池口先生が、作成されている、マーブルとかいった非常に性能の優れているソフトも国内で開発されています。その中でも、この上からありますアンバーとかですね、チャームといったものは、これもう、まあ、老舗というかですね、古くから開発されているチャームアンバーも古くから開発されてまして、広くこれまで用いられてきて、特に生体分子のシミュレーションで広く用いられております。さらにですね、このグロマックスというのがとにかく速いと、スピードでは、普通のですね、PC クラスターや、まあ、あまり高すぎない程度の、高並列のな計算環境では非常に高いパフォーマンスを、示す、まあ、最速を目指しているソフトウェアというふうなことを謳っておりまして、非常に高いパフォーマンスを示します。で、Tinker というのはですね、これはソースがすごく読みやすいソフトで、まあ、学生さんなんかがですね、プログラムの勉強するときにちょっと覗かせてもらうには非常に優れたソフトです。こちらだけど、高速化という意味では、あまり進んでおりません。で、この中でデズモンドというのがありまして、ショーという方が作った、もんですけれども、これは広く知られてます、アントンというですね、もう、ミリセックのシミュレーションが、可能な、まあ、非常に高速な、MD 専用の計算機がアントンがありますけれども、それに、それ用の、まあ、ソフトということですね。ただその、アントンに載せなくてもかなり、パフォーマンスを高いパフォーマンスを示すということが知られています。このようにですね、まあ、こう世界に目を向けますと非常に、高速に実行できるソフトが、開発され、またその、スピード競争というんですかねにもますます拍車がかかっているような、状況です。その中で、モジュラスというのはもう後発組、かなりの後発組として、出てきたわけなんですけれども、こちらにつきましてはその名前先ほど示しました通り高並列環境でも、性能を落とさないと、ストロングスケールがかなり大きなノード数、コア数でも維持できるっていうのを、まあ、売りにすると、これまでのソフトができないですね、高並列環境においても、スケーリングを、できるというようなことを、まあ、売りにソフトを、開発してまいりました。まあ、こういった、いろいろソフトが提案されていまして、そのソフトを用いてですね、まあ、今となりましては、その MD はかなり広い、分野について、研究がなされています。モジュラスにつきましては、まあ、いろんな、ここに示しましたような研究対象がいろいろあるんですけども、モジュラス現状では、主に水溶液とか、あるいは生体分子系ですね、タンパクとか生体膜、ウイルスといったところを、ターゲットに主に、用いられております。まあ、これから高分子のシミュレーションも、広く、グループ内で行っていこうということになっておりますので、高分子に必要な、方法論ですね、なんかの導入もこれから進めていく予定です。はい、では、まあ、
最初にですね、ちょっと計算例を一つ、お示しして、昔のモジュラスというかですね、このシミュレーション、このソフトがどんな機能をやってたのかというのをまず最初に、少し見ていただこうと思いますけれども、こちらは、水とですね、トリエチルアミンという、分子ですね、トリエチルアミンという、ちょっと疎水性の強い、アミンですから、あれですね、アンモニアのシリーズですけども、トリエチルアミンというのと水を混合したときにですね、これ、あまり普通ではないんですけれども、下部臨界点を持ちます。すなわち、温度が低いと均一に混ざって、温度を上げると相分離するという、そういう、ものです。で、この当時ですね、は、その下部臨界点を、シミュレーションで、それも実在分子でですね、再現したっていう例がなかったので、実験家の方と共同研究で、その現象を再現するというようなことをシミュレーションで行いました。で、その実験家の方はその、海面が生成していく中で、その海面に分子を吸着させて反応させるという、そういう、科学のですね、ケミストリーの、モチベーションから、こういう系の、海面を見てみたいということで、シミュレーションを始めました。あら。で、ちょっと動画を見てみますが、これ大体、ですね、原子数は1万弱ぐらい、数千原子です。で、この当時、これ今から8年ぐらい前ですけども、数千原子ですと、8年前でも、簡単に、そんな大きな計算機を使わなくても計算できたというような、感じですね。見ていただきますと、今、相分離して、左側が水、右側がトリエチルアミンの層です。ただ、そのそれぞれの層に、それぞれの分子が溶けてですね、完全にその相分離するっていうような状況じゃないというのが、こちらの、図から、動画から見ていただけるかと思います。で、この海面の形成過程というのについて、いろいろと、調べました。あれ、はい、2007年ですと、この程度の系で、今のが数十ナノぐらいです、数十ナノセカンドの、シミュレーションです。今ですと、この系ですと、多分、そうですね、パソコン数台を、並列してですね、先ほどのグロマックスかなんかで計算すれば1日で終わるような計算です。はい。ではですね、引き続きまして、モジュラスの実行のイメージですね。どういった形でモジュラスが実行できるのかっていったことについてご説明したいと思います。まず、このスライドですね。これから研究を始めるといったときに、どういうふうに研究を進めていけばっていう、いいかっていうのを示していると思って見ていただけますと、いいんですけれども、まず当然、その、研究のですね、問題設定をまずするわけですよね。で、問題設定した後で、どういう物量を見たいのか、どういう経路を用意しなきゃいけないのかっていうようなことを、まず、最初に考えます。それで、計算する物量を、決めて、で、その現象を再現するための原子はどのくらいの原子が必要なのか。そして、MD 計算ですんで、力場が命です。フォースフィールドを、力場をですね、どの力場を使うか。先ほどチャームとか OPL サンバーとかいうふうなのが名前で出てきましたけども、その力場を決めるわけですね。で、その後、どういう、統計アンサンブルで計算するかということで、アンサンブルの設定をします。ここは事前検討ですね。で、その後、いよいよ MD の準備に入ってくるわけです。で、当然、コンピュータシミュレーションですので、入力としまして、初期配置が必要となってきます。で、これにつきましては、モジュラスと、同時並行で、開発しました、ナノイグニションという、入力生成支援ツールですね、を作っております。これについてこの後少しお話ししたいと思います。また、世の中の一般の人はですね、他のツール、
まあ、フリーなものですと VMD なんかが有名ですけれども、まあ、その他にも、売り物のですね、ソフトが、いろいろあるかと思いますけれども、そういうのを、導入して、皆さん初期代表を作っています。まあ、ちなみにですけれども、ご存知の通り、この MD ではこの初期座標を作るのがかなり面倒なわけですね。ここをいかに楽したいかっていうのが、楽するかっていうのがその研究を加速する意味で非常に重要なんですけれども、まあ、ここについてはですね、モジュラスについては独自開発したナノイグニションがございます。で、これで入力を作成できましたら、その後、MD を、MD 計算を行いますけども、これはまあモジュラスの出番ですね。で、動かしますと、トラジェクトリーファイルとしまして、.md トラジェビン、あるいは、.dcd という、ファイルが作成されます。これがまあトラジェクトリー座標データになるわけです。で、これを使って、解析を行うということになっていきます。解析は、まあ、自分でプログラムを組める人はもちろん、オリジナルのプログラムを使えばいいわけですけども、最近は特に生態系の分子などには、VMD がですね、かなり、強力なツールをたくさん用意してますので、こういったソフトを使ってですね、できるだけ、余計な手間をかけずに、結果を、素早く出すというようなことが行われています。では、モジュラスと同時にですね、並行して作成しました入力作成支援ツールでありますナノイグニションについて少しご説明したいと思います。で、こちらですね、モジュラスに必要な入力ですね、を用意してくれるものでして、モジュラスは、これは来週ですね、開発に関連しまして少し、モジュラスの入出力についてまたお話ししたいと思うんですけども、入力には3つファイルがいります。1つは、MD 計算の、条件ですね。条件を、計算条件を、記述しました MDDEF というもの。で、それに、あとフォースフィールドについての情報があります MDFF という拡張子のファイル。それから座標速度のデータが入ってます MDXYZ。というこの3種類のデータが必要となります。これらをですね、このナノイグニションは作成してくれると。で、これは、ナルギプロジェクト、10年ほど前にありましたナルギプロジェクトで、開発が行われたもので、C 言語で書かれておりまして、ソースコードは、ソースコードから公開されています。で、ライセンスは、また、これまた、ちょっと独自なライセンスで、まあ、再配布禁止で、あと、まあ、利用した場合には、まあ、引用しなさいというような、義務があります。で、まあ、これも、分子研を中心に、その他、常幸先生の、グループの方なんかとも、開発を、行ったものです。で、ホームページに行きますと、この、ここに、右上にあります URL に飛んでいただきますと、ホームページがありまして、まず、登録をします。登録をしまして、ログインをするという形になってます。登録しますとメールが来て、まあ、で、ログインできるような、形ですね。よくありますけれども。で、ダウンロードの、ところを選んでいただきますと、まあ、いろんなバージョンが示されてありまして、自分の、利用したい環境のものをダウンロードしてくるというような構造になっています。で、これが、まあ、立ち上げの画面でして、立ち上げますと、立ち上げる前に、まあ、インストールしなきゃいけないわけですけども、展開しまして、コンフィギュアメイクで、まあ、普通にインストールできるわけです。そうしますと、実行ファイルですね、ができますんで、それを叩いていただいて、立ち上げるというような形になっています。で、このイグニションの、機能としましては、どんな機能がありますかと言いますと、まず、普通はですね、MD を行う前に、分子の構造についてのデータは PDB 形式のファイルで、まず、
用意してきます。これは、例えば、まあ、プロテインデータバンクから、タンパク質の結晶の情報を持ってくるとかそういった形で、分子の情報を持ってくるわけですね。で、その情報をまず用いて、でさらに、ポテンシャルを、フォースフィールドを発生させてほしいもらいたいのでこいつで発生させるために、例えば、チャームというフォースフィールドの場合ですと、まあ、チャームがターゲットになって、ま、主なターゲットになっているわけですけども、トポロジーファイル あるいは、パラメーターファイルですねというのが、ホームページにチャームのホームページにありますので、それを、まあ、ダウンロードしてきてですねそれも、読み込ませるとイグニションに、ナノイグニションに読み込ませると。そうしますと、その分子のですね気化情報を、PDB から読んできまして、でトポロジーファイルに当てはめてですねその対応する気化情報の、部分を寄せ集めてきて分子の、今構築したい分子の、フォースフィールドも、割り当ててくれるというものです。まあ、通常古くから MD やってる人はですね、まあ、分子のポテンシャルを割り当てるときにその分子の絵をですねまず紙に書いて、でどこに何ですかねベンディングがあるかとかどこにトーションがあるかっていうのをいちいちですね紙に書いて、それからそのポテンシャルの、数値を割り振っていくっていうようなことを、まあ、手でやっていたわけですが、もちろんそんなもう時代ではなくて、イグニションは、まあ、それを自動で、やってくれるというツールです。で、まあ、これによってフォースフィールドを、割り当ててくれるという、まあ、フォースフィールドが割れてるのが一番面倒なわけですけども、それが、まあ、比較的簡単にできるということです。まあ、その他にも、まあ、水を張ったりとかですね、径に水を張ったり、あるいは、その、ボンドを付け替えたりとかですね、分子をちょっとアレンジしたりとか、いうようなことが、このソフトでは比較的簡単に、できます。まあ、こういったですね、ソフトは、世の中に、似たようなソフトいくつかあると思うんですけれども、まあ、特に商用のよく、なんですかね、開発された、きっちりと開発されたものに比べたら、少し、見劣りする部分もあるところはあります。例えば、まあ、そのフォースフィールドをうまく割り当てられなかったりとかですね、分子のトポロジー情報が、その作業していくうちにちょっと間違えた情報になったりとかする、まあそういった些細な問題がまだちょっと残ってはいるんですけれども、おおむね良好なその初期配置をですね発生してくれ用意してくれますので、まあ利用する価値はあると思ってます。最後に、まあ、チェックを怠らないということですね。でこれによって MDDEF とかですね MDFF、MDXYZ っていう、モジュラスに必要な入力ファイルを作成することができます。で、これで初期配置ができましたら次にモジュラスの話になるわけですけども、モジュラスは公開してますので、ホームページに飛んでいただいて、ダウンロードができます。で、ユーザーの登録制になってますので、まず最初にですね登録していただきます。で、まあ、このピンクで囲ってあるところのような情報をですね登録していただいたら、メールが来て、で、まあ、次のプロセスにつながっていくと、ダウンロードにができるようになっていくという、まあ、そういう流れになってます。で、まあ、モジュラスにつきましては、まあ、ライセンスが少し、厳しくて、まあ、再配布、ソースバイナリーともに、禁止というようなことになっております。で、まあ、利用した場合は、文献を引用してほしいということですね。で、あと、まあ、よく、ソフトをですね、ダウンロードしてベンチマークをして、論文書くっていうのが、まあ、よくありましたけれども、そういうのは、仮定するのは禁止というふうなことになってます。で、あと、まあ、ソースコードの改良なんかがあった場合はですね、まあ、連絡していただいて、ソースコード、プログラムに反映させていくというようなことを、考えています。で、まあ、詳細はですね、このホームページの中に、あります。また、コンタクトという、ところもありますので、コンタクトで連絡を取っていただくというようなことで、やり取りしながら、利用していただければというふうに考えています。
で、まあ、モジュラスをですね、ダウンロードしていきますと、まあ、ターで固めた、ファイルが、取れますので、まあ、それを、展開していただいて、展開していただきますと、まあ、あのフォルダーがいくつかできます。で、まあ、ここら辺はあの普通の、ソフトと大体似たような構造になっているかと思いますけども、ライセンス、そして、ソースですね。で、あと、まあ、バイナリーの、フォルダーもあり、が入っているフォルダーもありまして、あとサンプルですね。サンプルがないと、皆さん、あの、プログラムを使い始められないわけですので、サンプルを、ご用意しております。それと、まあ、あの、当然ですが、ドキュメントが、用意されてまして、ここには、チュートリアルと、まあ、もう少し、あの、しっかりとしたマニュアルですね、が収められています。で、展開していただいて、まあ、ソースに入っていただいて、あとは、まあ、コンフィギュアですね。あの、コンパイラーの指定をしていただいて、ここには FC とありますけども、まあ、この FC には、K コンピューターの場合だったら KFX10、あるいは Intel、PGI というふうに、あの、それぞれ指定していただいて、この FC というところに、入れていただいた上で、コンフィギュアメイクで、しますと、ソースの中に、スラモジュラスというのが、できまして、で、それを、それが、まあ、実行ファイルになっていくというイメージです。で、先ほどですね、あの、入力ファイルを作成しましたけども、入力ファイルのセッション名ですね、左側に AAA っていうのが緑で書いてありますけども、MDDEF、MDXRZ、MDFF、この、入力ファイルを、モジュラスに、読み込ませて、で、計算が実行されると。そうしますと、あの、まあ、標準出力の他に、拡張子が右側ですね、MDMNTR、ND モニター、これは熱力学量とかが入ってます。マイステップのですね。あるいは、リスタートファイルが、リスタートビンとか、リスタートアスキーとか、ASC とかいうファイルが出てきますし、あるいは、座標のトラジェクトですね。軌跡については MD トラジェ、あるいは DCD。で、あと、あの、計算実行した、その、時間についての情報も、必ず出るようになってまして、MD ランというのが出力されます。で、まあ、実行は、あの、このドット、スラ、モジュラスの後にセッションネームを、記せば実行できまして、で、できます。で、このまあ、実行するにあたって、まあ、細かい情報ですけども、自分が実行したい環境ですね、あの、ソースファイルが落ちているところに、まあ、入力ファイルが落ちているところに、移動してもらいまして、この場合ですと、まあ、ウォーターっていうディレクトリですね、に移動していただきまして、CD のウォーターと、で、あと、この、モジュラスというのをリンクしておかないと、あのもちろん走りませんので、モジュラスっていうところに、リンクを貼っていただいて、で、あと計算環境を、このエクスポートの、OMP ナムスレッドなんかで指定していただいた上で、並列の数も指定してですね、この場合8ですけども、8並列で流せると。まあ、こういった感じで簡単に、あの、コマンドラインベースでも実行できます。で、まあ、モジュラス、まあ、こんな形で、あの、利用できるんですけども、結構ですね、あの、他のソフトに比べて、ややその制限事項があります。多いです。まだあの発展途上で、流せない場合もあのよく使われ、よく行われるけど流せない、ケースっていうのもありまして、具体的には、ここにありますような、現在ですね、安定して流れている、現在というこれまで安定して流れていたものとしましては、この、まず、K のですね、あの、形は立方体。まあ、かなり大きい制限ですよね。立方体っていうのが制限としてこれまでありました。で、もちろん、宗教解除権はか、あの、かけてくださいと。あの、外せないっていうような条件があったり、あるいは、
まあ、並列ですね、並列環境で用いてくださいというようなことがありました。でその並列環境なんですけども、この MPI プロセスが 2-N 乗とあります。でこの、この数じゃないと、流れないという制限がありました。これはその、基本セルをですね、その 2-N 乗で、まあ、切ると、あの分割していくっていうふうなあのプロセスがありますので、まあ、それで 2-N 乗っていうような制限に、なっております。で、そうですね、あと、まあ、ですので、これ、まあ、この制限から見ていただきましたら分かるように、その、立方体じゃないといけないということで、もっとな 直方体の方が効率がいいのにとか、あるいは、あの結晶だからセルを傾けたいなとか、違法性があるのに、それはできないのかっていうような、まあ、要望があるわけですけども、それに、徐々に現在対応させていきつつあるという状況です。で、現在ではその直方体の、セルまで、ただまあ、あまり極端にその辺の比が変わると、まだ十分に対応できてないんですけども、まあ、これについても、遠からず、修正というかですね、改良を加えていきたいんですけれども、現在は、まあ、どのくらいまでその辺の比が、歪んでいいかと言いますと、下にあります、この 2の N×3の M 乗とありますけども、まあ、これで、表現できる、ぐらいの、径の、なんですかね、変形具合ですね。ちょっとまあ、絵で示したらよかったんですけど、わかりにくいですけども、まあ、極端に言いますと、辺の比がですね、1対3とか1対4とか、いうふうな形で、なんか、ある辺が特に極端に長いっていうふうな形になってきますと、今でもちょっと計算の精度を維持するのが難しいんですけれども、多少の、長さの比のずれぐらいでしたら、問題ないというところです。で、まあ、現在、これをさらにですね、改良しまして、平行6面体で、の基本セルにも、持っていけるように、今、改良を進めている状況です。で、まあ、具体的な、その、計算の流すイメージなんですけども、先ほどコマンドラインでのものを示しましたけども、まあ、これはまあ、これを聞いておられる方にはちょっと社会説法ですけども、まあ、シェルで流すと、まあ、こんなイメージですかねっていうふうなことで、簡単に示してありますけれども、MD 計算ですね。上でまあ、シェル、四角で囲んだまあシェルの中身ですけども、実行環境ですね、上の方で、指定しまして、で、真ん中で並列についての情報が、OMP ナムスレッドとかですね、パラレル1とか書いてありますけども、こういったのを指定した上で、まあ、実行すると。モジュラスの実行は、下の MPI エグゼックの、うんぬんかんぬんとありますけども、この緑あるいは黄色の行で、まあ、実行するというようなことになってまいります。で、まあ、これが、計算した、まあ、結果で、まあ、温度とか圧力を設定したシミュレーションを行いますと、まあ、当然ですけれども、その設定した、上は温度ですね。左上は温度の図ですけれども、初期配置の温度から、設定温度、これは 298.15K ですけれども、に、制御したいんですけども、その温度まで上昇していって、その周りで揺らいでると。圧力についても、0.1MPa ですね、1気圧の近辺で揺らいでいる様子がわかるかと思います。このような、設定温度、設定圧力でのシミュレーションが、まあ、スムーズにできるようになっております。で、まあ、MD を行いましたら、まあ、まずは、その様子をですね、ちゃんとシミュレーションができているかも含めて、可視化をするわけですけれども、その可視化ですね、もう、これはですね、DCD という拡張子のファイルが、現在のバージョンですと、作成できまして、その DCD ファイルを用いますと、動画がですね、非常にスムーズに、作成することができます。で、それはですね、この DCD ファイルを、
VMD というあの、まあ、可視化のできるツールがありますけども、そのソフトに、まあ、読み込ませるわけですね。VMD に読み込ませますと、もうこれそのままで、読み込める形式になってますので、これはあのこれまでチャームとかですね、ナムドといったソフトでもあの生成する、形式のファイルなんですけれども、この形式に Mojas も対応させてあります。で、まあ、こういったことをですね、あのしないとあの計算の後処理で手間がかかるとですね、あの、まあ、皆さん、あまり使いたいと思わないわけですね。ですので、皆さんの、利用の障壁をですね、下げるという意味でも、こういったツールを、備えてあります。で、まあ、VMD に読ませることによって、スナップショットあるいは動画が、できる、すぐに、作ることができます。この DCD と、あと、初期座標を生成するときに PDB ファイルをあの用いますけど、その2つを、用意しておけば、VMD で簡単に、動画が、作れます。また、VMD は解析ツールもですね、いろいろあります。例えば同型分布関数とか、あるいは平均事情変異とか、まあ標準的な解析、あるいはその、タンパクのシミュレーションで、用いられるような、あの、RMSD とかですね、RMSF とか、まあそういった、あの、解析を、VMD は容易に行えるわけですけども、そういったのをですね、自家製のプログラムではなくて、VMD なんかを利用するためには、それなりに形式を用意しておかなきゃいけないんですけども、もう一つ、その DCD ファイルと PDB ファイルの他に、下の方にありますけども、PSF ファイルですね。これを、用意しておくと、これはあの、ナムドの、シミュレーションにまあ、用いられるツールですけども、あ、ファイルですけども、このファイルを用意しておきますと、VMD の解析が、スムーズに利用できるというメリットがあります。で、また、あの、ちょっと計算、あの、例ですね。モジュラスを使った計算例なんですけども、今、その VMD を使えば、簡単にですね、可視化もできて便利ですというふうなことでした。今からお示しするのは、10年前にですね、分子研に新しいスパコンが導入された時の、そのこけら落としで、なんか、という感じの動画を作ってくれというふうな、あの、お題がありまして、それでまあ、こしらえた、ムービーです。で、当時は、先ほどから言ってます、VMD のようなですね、優れものの可視化ソフトが、まだ、性能もそんなに今ほど良くなくて、さらに、大きな系にですね、大規模系には用いられませんでした。もちろんそのコンピューターのメモリの問題なんかがありまして。で、可視化もですね、ですんで、まあ、自前でやる必要があったということで、これはあの、まあ、その計算機のメーカーのベンダーの方と一緒になって、MD 流しですね、可視化するというような作業を一緒にやった、そのサンプルです。で、100万原子からなる、10年前です。100万原子から、なる、水と、液体の水と、あと氷の、シミュレーションですね、MD ですね。で、計算自体は知れてます。あの、数十ピコぐらいしか流しない、ピコ秒ぐらいしか流しないですね。だから数万ステップしか流しません。で、その動画ですね、10年前はどんな感じだったかと言いますと、まずは、こちらが、氷ですね。氷のシミュレーションで、まあ、氷の中に入っていって、周りの分子が動いているのが見えるんですけども、ズームアウトすると、うわっと並んでると。あ、すいません。これは氷ですね。で、もう一つ、液体の水の方を見てみますと、液体の水の方は、もちろんこんな綺麗な、なんだこれ。あれ？開きました。これ液体の水で、わーっとたくさんありまして、こんな感じですね。まあ、100万個ですと、まあ、水がこんな感じに、見えるということですね。あ、すいません。こんな感じに見えて、ズームインすると、まあ、動いてると。まあ、ただこれ100万原子でして、また、あの、
次の、あの回でもお示ししたいと思うんですけども、まあ、ウイルス現在、計算を行っておりますウイルス系になりますとこの10倍ぐらいですね10倍ぐらいの系になりますんで、まあ、あのまあその大きさというのがなんとなく想像していただけるかと思います。はい、まあ、当時はまあこの程度です。で確かこの数十ナノ数十ピコセカンドの100万原子のもその導入されるコンピューターをですねあの、フルに使ってなんか1日ぐらいがかりでやったと思いますけど今あのそういう計算規模でやりましたら、おそらくその今の、1000倍ぐらい今早いんじゃないですかね。あの数十ナノセックぐらい流れるようなあのぐらいもあの時代が進んだという感じです。ではですね、続きまして、このモジュラスのですね、開発の経緯につきまして、お話ししたいと思います。モジュラスはですね、あの最初は、先ほども最初に申しましたけれども、分子科学研究所で2007年に、2005年ぐらいですねに、開発を始めています。で、プログラムの開発ばかりやるっていうデューティーではなくて、研究に軸足があって、その研究を、スムーズに進めるために、並列の、汎用のプログラムを作りましょうというのが、当初の目的でした。で、最初はですね、そのナレギプロジェクトで始まりまして、まあ、最初はなんか、モジュラスじゃない名前で、呼ばれて、いましたけれども、途中からですね、軽コンピューターが、意識されるようになりだした、グランドチャレンジ、ナノグランドチャレンジの頃から、そのモジュラスという名前が、出始めまして、で、実際には、世の中に、正式に公式に出たのは、2年前に、このモジュラスの、性能試験を行ったのを論文にまとめたもの、これで、まあ、正式にモジュラスという名前が、世の中に出ました。で、まあ、このプロジェクト、CMSI ですね、の、中で、その、ソフトウェアは公開することということで、まず、バイナリーを、2013年に、バイナリーの形式で公開しまして、引き続いて2014年に、ソースコードも、公開と、去年ですね、公開しまして、現在はですね、これちょっと 1.0.3 ってなってますけども、1.0.4 がですね、この7月に出ております。で、この、まあ、モジュラスを、こう、モジュラスというのは、まあ、どういうふうな、こう、経緯で、開発されてきたのかなと思いますと、やはり、プロジェクトというのが、外せません。プロジェクトと関係なしにですね、独自に、プログラムをまず、開発しなさいと。で、プロジェクトが、どっかで立ち上がって、それに乗っかれるんであれば、そういうのを、利用しなさいっていうふうな、まあ、サジェストもですね、これまでの先生が、この講義でおっしゃってたと思うんですけれども、そういう意味では、これはもうそれとは真っ向から外れる、全然違う、筋道で、まあ、進んできたソフトですね。で、まあ、先ほど書いてます、まず、ナレギプロジェクト、2004年秋でしたか。2004年秋に、まあ、プログラム作ろうかっていうふうな話が、ありまして、で、その当時、分子系にいた、岡崎先生が、まあ、そういう話を、されてたんですけれども、まあ、最初はその公開とかそういう話はなくて、まあ、自分たちの研究のためのプログラムを作りましょうというふうなことを、おっしゃってたように思います。で、まあ、先ほど言いました、分子系の湯原さんと2人でプログラムを、分担して、作ってたと。もちろんそれまでにその、研究室内にあったプログラムなんかもあるんですけれども、まあ、そういうのも利用しつつ、まあ、ただそうですね。新しい機能なんかもちろん新しく作らなきゃいけないんで、開発して、小さいプログラムを開発して、ちょっとずつその、トランクっていうか、その、
本体のプログラムに結合させていくっていうようなことを行ってました。で、まあこれがあったおかげでですね、その、手法の開発ですね、 MD の計算手法の開発とか、を行ったときに自分たちのソフトでテストができるわけですね。これはあの外の外部のプログラムを用いている、ユーザーサイドでやろうと思うとなかなか大変だと思います。中身がなかなかよく理解できないので、そういう意味ではスムーズにいろんなテストを、手法のテストはできたと思います。で、方針としましては、当初はスピードよりもまず、計算精度ですね、しっかりとした、正しい計算ができているということが、まあ、当然ですけれども、まあ、非常に重視された。まあ、それは今でも変わらないんですけれども、まずは、しっかりとした計算をした、遅いものでいいから、そういったものを作りましょうということで、拡張し、作っては拡張し、精度を確認し、ということを行っていました。で、それと並行して、拡張、機能拡張させながら、自分たちもそのプログラムを使って、計算する、研究する、論文を書くというようなことを行っておりました。で、まあ、最初は数ノードですね、数ノードでの並列化、ちょっと間違えてますね、これ、日立の、SR11000 ですね、すみません、なんか間違えてますけども、中が、導入されてましたので、まあ、そういうのを利用して、いろいろ研究をさせてもらいました。で、最初はですね、計算の主に相互作用の部分のループ分割ぐらいしかやってなかったんですけれども、だんだんですね、欲が出まして、その、より凝ったことをするように、その後になっていきました。まあ、最初のこのループ分割の、プログラムでもですね、結構、ヘビーな計算をいろいろやらせていただきまして、その分子系のスパコンですね、あれは何だったんでしたか、忘れましたけど、その SR11000 が、64、ノードぐらいあったんかな。あって、まあ、それを1ヶ月遷移させてもらって、計算するとかですね、いうような計算を当時、やらせてもらってました。で、その後ですね、まあ、ウイルスの計算をやりたいというふうなことで、その、なんですかね、どのくらいの、スピードが要求されるのか、あるいは、どのくらいのマシンがあれば実現するのかっていうようなことを、試算してですね、で、これはちょっと現在のプログラムでは、太刀打ちできないということで、アルゴリズムの変更から、ここでその高速多重極展開法を導入して、クーロン相互作用の計算に適用させていくというようなことを、していきました。それがまあ2007年ですね。で、僕はそのこの、FMM のプログラムを作ったところでグループを離れてしまいました。で、グループはその後も、開発を続けてまして、グランドチャレンジのプロジェクトで今度は領域分割ですね、を、行いまして、でこれでまあかなり効率的な計算ができるように、なりました。でさらに非常に大変な作業だったと思うんですけれども、変数のですね切り直しですねを、やってプログラムを、まあ、ほぼ全部書き直したというふうに聞いてますけども、安藤さんが、プログラムの書き直しをして、まあ、並列化をの効率を大幅に上げたというふうなことがあります。で、ここで、まあ、公平で使えと、ついに歩み出していきます。で、まあ、この時は、とにかく、領域分割を完成させて、公平列にも対応できるようにするっていうようなことで、まあ、プロジェクトに乗っかって、プログラム開発が進んでいきました。そして、5年ほど前に、K プロジェクトに移行していくわけですけども、もう、ここではですね、さらに、その、プログラムの中をですね、効率化するために、もうその転送するたびに、バッファーにですね、変数を、コピーしてたらもうそれだけで、もう時間を食ってしょうがないということで、変数のですね、コピーレス化を、位置とか速度、力といった変数に対して行って、コピーせずに通信も行って演算も、その変数で行うというような形に、書き直しております。さらに、3D ネットワーク、豆腐型の、豆腐ネットワークなんで、K はですね、それに適用させた、通信っていうのも、導入しています。で、この時の、開発の方針としましては、先ほどのウイルスのですね、計算をしたいっていうのが、まあ、5年ぐらい前から、モチベーションとしてあったんですけども、それを実現
するために、1 ミリステップを10ミリセカンド以下にしようというのが、目標になって、で、まあ、また示しますけれども、最終的には、5ミリセックまで、高速化できた、できました。そして、ソフトの公開をし、ソースコードも、ソースコードの公開も、行ったわけです。また、並行しまして、ミニアプリ化ですね。モジャスの主要部分を切り出してきて、実際にその、まあ、次世代の、スマホの、必要となるようなスペックを試算するための、その、なんて言うんでしょう、テストプログラムを、作成するという、命題がありまして、それを行うために、モジャスミニアプリか、ミニアプリにしたものが、ありますけど、あります。そういうのを、開発するというようなことも、この5年間で行っております。そして、まあ、現在に至るということですね。で、まあ、こういうふうにして、振り返りますと、モジュラスというのは、まあ、プロジェクトの、中で、まあ、育まれてきた、ソフトであるな、というふうなことがわかるかと思います。で、まあ、その時々のですね、プロジェクトの要求、あるいは、導入されるマシンの仕様に合わせて、最適化を、まあ、してきたようなソフトです。で、まあ、こういうことをですね、やっておりますと、やはりそのプロジェクトの中で育てられるソフトっていうのは、まあ、当然ですけれども、まあ、導入されるマシンのですね、アーキテクチャを睨みながら、時代に合わせて、開発をしていかなければいけないという、そういうスタンスに、なるかと思います。はい。で、じゃあ具体的にですね、モジュラスどんな中身になっているのかというようなことを、ざっとですね、ご説明していきたいと思います。まあ、繰り返しとなりますけれども、まあ、MD ですんで、その入力して力計算して分子動かして、原子動かして、で、新しい配置を、出してくると。で、まあ、その配置をどんどんたくさん発生させて、それがまあ、アンサンブルになるわけですけども、統計アンサンブルを発生させるというものです。ですので、当然のことながら、初期配置を入力、先ほどの説明しましたけども、入力支援ツールを使って、初期配置を発生させ、生成し、それを入力するプロセス。そして、その後、力の計算ですね、を行います。で、まあ、MD の場合ですと、赤で書いてますけども、LGA クーロン相互作用が、これ、まあ、ホットスポット、になってきますので、これをいかに早くするかっていうのが、勝負になってくるわけです。で、まあ、高速多重極展開法を用いている。で、まあ、その他に、分子内相互作用も計算しなきゃいけないです。まあ、ただ、これは赤で書いたホットソフトに比べると、随分、小さなウェイトですので、計算は軽いと。で、周期強化条件を考慮しながら分子を、運動方程式に従って数値積分していくと。で、今回のは、プログラムは、まあ、先ほどレスパ法と言いましたけども、意味合いとしては同じなんですけども、速度ベルレ法っていう方法、あるいは違う言い方ですと、時間発展演算手法、まあ、どれも同じなんですけども、数値積分の方法ですね、を、指数演算子を使って、定式化したものですけども、それで、分子を動かすと。で、アンサンブルを、自分の指定した温度一定、圧力一定のアンサンブルで、MD を行います。で、まあ、出力も先ほど言いました。標準的な出力をこういうふうに出すと。まあ、これは、この流れは、どの MD プログラム、MD のプログラムも一緒です。で、MD 実は、ああいうふうに書きますと、単に原子を、力に応じてステップずつに動かしてるんだなっていうふうな理解をされると思うんですけれども、もう少し踏み込んで MD を整理しますと、実はまあ、ここに示しました、ゴールとしましては4種類ですかね。1、2、3、4種類。4種類の、計算の仕方がありまして、右側にデカルト座標、うんぬんかんぬんとありますけども、4種類に分かれてまして、単原子分子の場合と多原子分子の場合でまず、大きく分かれます。左側から見ていきますと。で、単原子の場合はもう質点として扱っていいので、ニュートンの第二法則に従って、数値積分していけばよいと。で、これはまあ、一本しか流れないんですけども、多原子分子の場合に分岐がいろいろありまして、で、
まあ、一つはトーションですね、ねじれ角のないような場合ですと、分子全体が合体回転子、ガチガチに固まっている合体回転子と思っていただいて、取り扱うことができますので、その場合は、まあ、回転の運動方程式ではロイラー方程式をですね、回転に対して、そして、重心にはニュートンの運動方程式ですね、第二法則を使って、解くというやり方があります。しかし、これ、回転の配向ですね、どっち向いてるかっていうのの新しい変数が入ってきまして、やや取り扱う方程式もちょっと経路が違うオイラー方程式になってきますので、こっちはモジュラスは対応してません。で、モジュラスの対応しているのは、下の方ですね、まず分子の中に、高速がない、原子間高速が全然ない、フレキシブルなモデルの場合、一番下ですけども、この場合は実は簡単で、フレキシブルなんで、全部ニュートンの運動方程式に従って、数値積分すればよりです。これはモジュラス対応します。そして、もう一つは、速い振動運動なんか入ってますと、すごい短な時間刻みで、数値積分しなきゃいけないので、それは嫌だなというときには、その速い振動、見たい現象に影響しないのであれば、固めてしまいます。すなわち、そこは、距離拘束をしてですね、固めるようなことをしますけども、その場合ですと、高速動力学ですね、その高速をかけたまま、他の自由度については、普通にニュートンの運動方程式で解くというような、やり方を行いますけど、この2種類、下の2種類ですね、は対応します。ということで、オイラー方程式使うものだけはできないんですけども、後のやつについては対応しております。で、まあ、モジュラスの想定してます、原子数っていうのは、大体、これまでに実際に計算を行ったことあるのは、数千万原子までですね。私の知る限りですけれども。で、まあ、これは、短距離総合作用なら、数千万原子なんかも、全然大したことないと思うんですけども、長距離総合作用で、その全ての粒子対について、それぞれ総合作用するような、長距離総合作用の場合ですと、まあ、このくらいでもかなりしんどいということになってきます。で、まあ、対象系として、単純液体から、タンパクとかですね、あるいは、ベシクルウイルス、そして、まあ、最近ですと、興奮子ですね、数十万、数百万原子まで、になってくるかと思いますけども、こういった系も、どんどんターゲットになりつつあります。で、まあ、基本性能についても、どんどん拡張していってるんですけれども、立方体から、こういう斜方、平行六面体ですね、斜方セル。そして、まあ、これまでに、まあ、ウイルスの研究に関係しまして、この、正二十面体の絵がありますけど、右の方にありますけど、ウイルスって、まあ、正二十面体対称性を持ってる、もの多いですけれども、その、ウイルスのですね、テスト計算というか、小さい系での、丸ごと1個じゃなくて、小さい、システムの計算をするために、この正二次面体対称性の、一辺、これ実は、20面あるうちの1面を取ってくると、さらに、3回回転対称軸がありまして、同じものが3つくっついて1個の面を作って、その面が20個でウイルスできてます。その、一番小さいユニットですね。20分の1のさらに3分の1、すなわち60分の1のユニットを、基本セルの中に入れるようなシミュレーションも、モジュラスで、これまで、実装し、実行して、してきた実績があります。現在はその配布してる中に、その、パスは、導入されてないんですけども、まあ、そういったことも、行われてきたということですね。で、さらに、今後ですね、いろいろ拡張していきたいのは、3次元周期境界条件のみならず、平面上の2次元周期境界条件、平面上というのは3次元空間なんだけども、XY 方向だけ周期境界条件がかけられているような、まあそういった系も膜とかですね、薄膜とかなんかでよく行われるわけです。あるいは1次元方向だけ周期境界条件がかかっている、まあこういう拡張みたいなものですね。ものに対しても、無限まで、ちゃんと考慮した、エバルトの方法で無限までの相互作用を考慮した形で、力が評価できる、ポテンシャルが評価できるような形に拡張していく、いけたらというふうに考えています。まあ、モジュラスは通常の分子内相互作用はすべて、
取り扱いますので、まあ、こちらにありますような、バネですね、あるいは変革、あるいはトーションといったポテンシャルも、導入できますので、まあ、通常の、生体分子やあるいは高分子のシミュレーションは、おおむねこういったこのモジュラスの想定しているポテンシャル関数で計算できます。で、まあ、実際には、チャームとかですね、あるいはアンバー OPLS なんかが、もうすでに、対応できるようになり、チャームは、まあ標準的に使っていただけるように、でアンバー OPLS も近々、導入したものを公開できると思います。でさらにはですね、こういった、ポテンシャル力場ですねは、まあ、基本的な関数系、分子間相互作用の関数系を、抑えている、使えるようになってますので、組織化モデルですね、最近広く開発されてますけども、組織化モデル、原子が10個ぐらい集まって1個のサイトにするっていうような、そういう組織化モデルなんかも、ある程度、実装することができます。関数系が合っていればパラメーターだけ、焼き直せばですね、そのままシミュレーションは流せますので、組織化モデルなんかへの対応も、これからできていく予定です。で、まあ、このプログラムの大きな特徴は高速多重極展開法なんですけれども、こちらに示してありますように、高速多重極展開法というのは遠方の粒子はざっくりと大きな塊 ですぐ近くの粒子はちゃんと粒を一個一個見ていく、まあ、そういう方法なわけですけれども、そういう方法を用いることによって、まあ、オーダー N のアルゴリズムを、実装することができたということです。で、これ注目する粒子がですね、右下の、粒子で、P2P と書いてるところありますけども、その真ん中の粒子に、どういうポテンシャルが周りの粒子からかかっているかというのを計算する例ですけれども、この黄色い粒子で囲まれた真ん中の黒い粒子ですね、 P2P のところ、この黒い粒子は、まず黄色い粒子と直接相互作用すると。で、少し離れた、粒子とはですね、多極子を使って、相互作用をします。でそれはどういうふうに相互作用するかというと、離れている粒子が、出てきましたね、離れている粒子がこの左側の、この、まあ、6つ四角で囲んで6つの点がありますけど、ここの中に入っている粒子、粒子は多極子に、焼き直されます。で、その多極子をいくつか集めてですね、一つの大きな多極子を作る。ここですと、6つ箱がありますので、6つの多極子を集めて、1個の多極子を作ると。で、これがこの6つの、多極子が作った1個の合わさった多極子になるわけですね。で、この合わさった多極子、9、0となっているところに多極子が、合わさった多極子ができるわけです。これは今ここにあるその左側の広い領域の、中の粒子がですね、作るポテンシャル全部を反映しているわけですけども、それを、Q0 から、P0 に、変換すると、多極子を、極小展開っていう、極小展開係数っていうものに変換するプロセスがその後にあって、で、その極小展開係数に焼き直したものが、今度一個一個の右側の、一個一個の小さな領域に分けられると、こういった、パスで、相互作用を計算します。これをこのパスに従った、アルゴリズム、高速多重極展開法ですとオーダー N まで落ちるというわけです。でこれを、実装しまして行ったベンチマークの結果がその下の、その次のこのスライドになるわけですけども、注目していただきたいのは、トータルでの性能が左側の図にあるんですけれども、赤い方を見ていただきますと、これが実行時間ですね。実行時間が示されてまして、横軸が、ノード数で、K を使ってまして、この時は全 K ではなくて、65536でしたかね、36ノード。を使ったものなんですけれども、一番右の点が、
時間がですね、5ミリセックまで、来てると。この一番右のポツですね、赤ポツが5ミリセックまで、来てまして、これ1000万原子系なんですけれども、まあ、5ミリセックで流れて目標としてた10ミリセックの半分の時間で計算できるようになって、これで、ウイルスの研究ができるっていうふうなことが、分かりました。ただこれを、詳しく見ていきますと、右側の図を見ていただきますと、少し、違った見え方がしてきまして、それぞれの、プログラムの部位ですね、部位ごとの、性能を見ますと、まあ、ペアワイズアディティブな、相互作用の部分は、かなり 青色ですけども、かなり綺麗にスケールしていると、濃度数が増えたら、実行時間が減っていると。で、赤の三角ですね、の、FMM の部分も、まあ、綺麗に押して、大体おおむね綺麗に押しているのがわかります。気になるのが、まあ、そのコミュニケーションタイムってありますけど、まあ、通信ですね。通信だけ、もうその、察知ってしまっているのが見ていただけるかと思います。濃度数が増えましても、もう速くならないと。これは、通信レイテンシーですね。MD の1ステップの間に、通信かなりの回数を行いますので、そのレイテンシーが、その、蓄積されてしまいまして、それが、今、もう、なんですかね、計算スピードの上限というか、下限を、決めてしまっていると。ここら辺を、まあ、が、まあ、現状では、その問題になっているというのが、このベンチマークの結果で、見ていただけるかと思います。現在ですね、モジュラスは、5万5000行の行数がありまして、サブルチンは、730ほどあります。で、ファンクション分は、44、ファンクションですね。という、まあ、こういう仕様になっておりまして、まあ、先週のですね、石村先生が説明されたのはガウシアンとかですね、もう100万行を超えるようなそういったのに比べると非常にまあ小さなプログラムなわけです。まあ、これまでに先生方が紹介、この講義で先生方が紹介されてきたプログラムの中でもそれほど多いというわけではないですけれども、一応このプログラムはその、まあ、内製化する全部自分たちで用意した、ものだけで構築するっていうふうなことを一応メインにしてますので、まあこれ全部その自前で開発したもので、まあこのくらいになっているということになります。で、まあ現在はダウンロードが180、まあかなり少ないんですけれども、まあこのくらい、まだこれからということでしょうか。で、あとミニアプリもですね、ダウンロードされてまして、それが、19ということで、これはまあ少ないんですけれども、ミニアプリの方は、計算機科学の、専門家の人が興味を示す、計算機のベンチマークのために、そのターゲットプログラムとして利用するということで、まあ、まあ少ないのも致し方ないかなというふうには思ってます。まあ、これまでにこのミニアプリについてですけども、MD では短距離力のものしか、世の中になかったそうです。で、長距離力で、高並列のものに、対応するミニアプリが用意できたというのが、まあ、このモジュラスのミニアプリの、まあ、貢献した部分かなというふうに思っています。最後にですね、少し、この先ほどの実測ですね、こちら示しました実測を行った時のですね、まあ、話をしたいと思います。まずですね、モジュラス、高並列で動かすことを念頭に開発してきたプログラムだと、申しましたけれども、実際にその、K をですね、K スパコンを、K コンピューターを使う欄になってですね、K ほどのノード数で、実行したことはありませんでした。さらに、言いますと、MD もですね、安定してまだその当時流れておりませんで、特にその大規模系でですね、安定して流れてなくて、いろんな問題がある。まあ、簡単に言ったら、その完全にデバッグができてなかった部分が、まあ、あってですね、まあ、非常に不安なまま、ベンチマークを行ったんですね。その、長いステップを繰り返すと、粒子が動いて、いろいろ予期しないというか、まあ、プログラムが十分想定できてない、現象が起こって、落ちるということが、まあ、あったわけです。で、
そういったのがあり、ま、あるあった状況だったんですけれども、MD の1ステップ1ステップの必要な演算自体はしっかりとできてましたんで、エゴノベル、K を使った、性能評価の、性能評価の、まあ、試験ですね、臨みました。これは、ゴードン・ベルの賞に向けた、そのエントリーでもあったわけですけども、それが、まあ、3年まではいけないんですけど、2年半ぐらい前ですかね、2012年の3月にありました。で、K を全ノード使った、ソフトの性能評価で、その時は5つのアプリについて、エントリーしまして、そのうちの1つに、加えていただきました。で、K をですね、全ノードを使ってよろしいと。この限られた期間の間で。ただし、1グループ24時間ですよ、という制限でですね、CPU タイムを与えられて臨んだんですけれども、最初はですね、みんなその5グループがですね、1部屋に集まって、終わったところから、うち計算終わりましたね、次どうぞ、みたいな感じでやったんですね。ぐるぐる回しながら、皆さん、数分で終わったり、そんな感じだったんですけども、実は、この時ですね、モジュラスのプログラムは、1ステップも動かなかったです。当時、まあ、安藤さんが、なんか、まあ、情報が流れなくてですね、こっそりと流れませんと、青い顔しながら、言ってたのが懐かしいです。で、まあ、やっぱり突然ですね、高並列の計算を流すとですね、予期しないことが起こってて、落ちるんですね。全くその計算が進まない、というようなことがありました。で、最初は全然、原因がわかりませんでした。メモリかどうかもわかんない。何が原因かさっぱりわかんなくて、けどまあ、ジョブが消えるので、メモリが臭いということで、もう一回配列のですね、計算をし直したり、あるいは、共同研究した、共同開発した仲間に電話を取ってですね、いろいろ、まあ、非常にうろたえましたね。与えられている時間が限られてますので、自分たちが、何もできなかったら何も結果が出ないので、もう電話かけまくって、ね、大慌てで、調べると。そこにですね、ふと、東堂先生が通りかかって、いろいろ、相談したんですね。相談したら、そしたら僕、メモリ測るのをプログラムの中に埋め込むのを知ってるよって言って、持ってきてくださったんですね。で、それを、入れてですね、何で教えるのかがすぐに見えまして、やっぱり人にいろいろ相談するっていうのは重要ですね。タコ壺に入っちゃいけないなって思うんですけども、まあ結局メモリがですね、爆発しました。それも、プログラムの中じゃなくてですね、シェルの上の方でなんか書く呪文みたいなのがいっぱいありますけども、そこにですね、富士通の方からそのおすすめですよって言われてたのを一応入れてたんですけども、それが原因で、その、各ノードに、メモリを確保しますっていう、文なんですけども、それが、ノードの数だけメモリ取りますよと、各メモリ、各ノードですね、っていうのがあって、で、ノードの数増えると、各ノードにバカみたいな何十ギガも、メモリを取ろうとして落ちてたというのが分かりまして、で、まあ、それが気づいたのに、気づくのに1日以上か、要してしまったんですけども、まあ、なんとか、非常に、急場をですね、なんとかしのげたという、思い出があります。まあ、結局、この、ゴードンベルで一生懸命やったんですけれども、ゴードンベルの、本線には進めずに、落ちてしまいました。ただ、その時にベンチマークをしてですね、前期を使ったデータが取れましたんで、論文にまとめたり、しました。まあ、まあ、今日のお話、最後にまとめたいと思いますけれども、今日は、モジュラスの、についての、概要から、まあ、ここに示してあるような話をずっとしてきまして、最後、まあ、ちょっとこぼれ回しも入れたりしたわけですけれども、まあ、モジュラスの概要は分かっていただけたかと思います。で、次回はですね、開発の、どういう体制で臨んだかとか、公開についてどういうふうに、臨んでいたかっていったことについても、お話をできればと思います。また、ソフトウェアの使用例の、動画なんかも挟みながら、話をさせていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。